メタルを作曲していたボカロピーですの、ミクロアタックっていう曲でした。あとなんだろう、ちょっと今回すごい卒業ライブっていうところにこんな1年生のおい誰だこいつみたいな、まあボーカルのやつが来たんですけど、まずこの橘美穂っていうのを初めて聞いた人は、マジ見えない。え、マジ？え、嘘？え、待って。え、マジ？なんかちょっと光の反射で全然見えないんですけど。マジ？待って、ちょっと待って。なんか。
それ多分嘘出てあげてんじゃない。どうすんの、やりきりましょう。あともう一個、可愛いメトロマニアスっていう風にあるんですけど、あのこれちょっとタイトル若干違うっていうかミスっちゃって、あのもともともっと女性ボーカルの曲やるつもりだったんですけど、まあちょっと忙しくて2曲目もあのコールドレイン、もう男性ボーカルで、もうこれ言うともう颯太さんにボカされそうなんです。本当に、まああの可愛いメトロっていうのはただただ私が暴れたいだけで名付けたものになっております。じゃあ次2曲目が「Die Tomorrow」っていう曲なんですけど、まあこれ直訳すると「明日死ぬ」っていう感じじゃないですか。でもこれあの実は結構考えさせられるような歌で、なんかもしいつ終わってもおかしくない人生なんだから悔いなく生きろっていう意味が込められてると思いません？確かに、うん、物事ってもう永遠に永遠にないんですよ。無常感、無常感わかりますか？すげーって。まあいいや、なんか本当永遠がないっていうのってお仕事、人間関係、命、そしてここのサークルニュージェネレーションであっても本当にもうなんか一瞬終わってしまうものでありまして、まず逆にこれ永遠が存在するってことは何でもできるっていう錯覚が起きてしまって、結局は日々の価値が高まらないんですよ。だからこそもう今ここで歌っていることと、それとまあ4年生の皆さんと出演できたことっていうのがもう価値を生み出すということです。こうやってジェネに入ってきてよかったなと心の底から思っております。ここまでジェネを作り上げてくださりありがとう。